あいにこです。初めてかな ?2 回目かな、まあ、グローバル版のセブンナイツですね。アップデートで、あのキャラクターが参戦しました。至高最後の刺客、リンですね。このキャラクターはこの美貌から想像できない火力、そして無効化バリア12回っていうね、もう頭おかしい。まあ、このキャラクター出たからには、もう引くしかないでしょう。よし、行きましょうか。グローバル版はね、石が250個で11連なんで、この22連が本当にね、重く感じますね。サクッと出したいですけど、特に確率がそんなアップしてるわけじゃないので、まあ非常に戦いが厳しいと思いますね。よし、行くよ。うわ、びっくりした。いやー、最後2枚出てくれてよかった。ずっと銀続いて、びっくりした。心臓の音聞こえるかな?やばいっすよ。マジで震えましたからね。いやー、びっくりした。韓国版も、結構厳しいっていうのは知ってるんですけど、グローバル版までこんなね、金の率が厳しいと思いませんでしたね。頼むよ、なんか出てくれよ。いや、グッピーかよ。グッピーの左スモーキーだし、その下ハッピーだし、もうなんやねん、この連鎖反応は。しかも真ん中からいいのが出ることがないですよね。これやばいな。絶望的なガチャだな。じゃあ真ん中オープンしていきましょう。待って、これ見たことあんぞ。ラニア。ラニアさん、マジでこんなさ、中途半端なガチャされちゃうな。完全な動物園だもんね。もうこんな動物園にさ、入場料ルビー250個いたくね?ぼったくりだよ、こんな。こんな動物園行きたない。次はね、きっと、いい動物園じゃね、いいキャラクターが出てくれることを信じて、もう11連行きたいと思います。頼むぞ。はい。さっきに比べたら、まあね、さっき22連だ、さっき金が2個だったんで、まだいいかな。まだいいけど、レオ2体は、許せない。金4枚だから、じゃあ真ん中からね、開けていこうかな。ちょっと待って、さっきこれ見たよ。これグッピーでしょ?はい。いやー、グッピーガチャだな。いや、こんな動物ガチャもうやだよ。ゴールデンウィークばりの連続で、来たくないよ、こんな動物園に。あ、けどこれ動物園じゃないな。これはね、韓国版にも出てるんですけど、キョンシー的な、幽霊的なキャラクターですね。しかし、特に強いわけでもないし、可愛いわけでもないので、特に印象がないですね。申し訳ない。じゃあ、ここの左行きましょう。また青髪ですね。三連青髪。なんだっけな、これ。あ、あれだ、ユーシン。はい。これも韓国版のキャラクターなんですが、先ほどと同様ですけど、印象にない。強くもない。かっこよくもない。お疲れ様。いや、これは、やばいな。いろんな意味で今んところやばいですよ。特に動物園でもないですし、特にの強いキャラもいないですし、ちょっと、ある意味やばい。いろいろやばい。最後いい感じのキャラクターが出てくれないと、この動画ボツになっちゃうよ。頼むよ。やばい。スニッパーですね。スニッパーでこの動画がパーですよ。けどこんなんじゃオチがないな。やばい、これこのままじゃ終われないな。こんなんじゃ終われないもんな。スニッパーで動画がパーってひどいな。どうしようかな。あ、待って、これ今左下見てください。Bランクボックス溜まりましたね。これはガチャを引くと、そのポイントで加算されていって、B から S まで封印された宝箱がね、開けれるんですよね。これで当たればね、きっとね、ねえ、ミシャゲットしていきましょう。いやー、これ託すよ、マジで。さあ、右側を押して、Bランクボックスゲットして、プレゼントボックスから受け取れますので、
受け取っていきましょう。これまず受け取っちゃおう。はいはい。で、あ、なんか来てんね。素材が来てますね。ありがとうございます。じゃあ開けるよ。頼むよ。さあ、じゃあ行きましょう。せーの。あれ、キャラじゃないの？かなりレアなキャラクターが当たるって聞いたんだけどな。けど、ありがとう。